皆さんおはようございます。今日はですね、このような、カフェで撮影をしています。僕はですね、今バンコクから北へですね約650キロ離れたノンカイという町にいます。そこのノンカイでのこのカフェですね、いろいろ行った中で、ここに毎日来ているところが決まったのでですね、皆さんにちょっとお届けしたいと思います。ではですね、今日最後までよろしくお願いします。今からですね、ちょっと近くのカフェ、毎日行ってるカフェに、行ってきます。いつもね8時から開くんで、今日も朝の 8時に行きたいと思います。いつもはですね、ちょっと朝カフェに行く前に、ちょっと体操ストレッチとかジョギングを入れてからですね、でシャワーしてそこから行く感じですね、いつも。では行ってみたいと思います。ここがねメインの通りですね。バンコクと違って全く渋滞しないんで、運転楽って言えば楽ですね。あと道が広い、当たり前だけど、今はタイのですね、バンコクから北へ、650キロぐらいあるんですけど、ラオスと、タイの国境メコン川のもうすぐ近くにいるあるノンカイという町にいます。ここはですね、橋、ラオスとの国境に橋がかかってるんですけど、そこの橋があって、結構運搬がいろんなものがそこから出入りして、そういうところで栄えた町だと思うんですね。こういろんな文化が混ざり合ってるというか、ベトナム、そして中国、あとはベトナム、中国、もちろんタイ、そしてラオス、みんなねラオス語を話しますね、この方は。多分あそこ左だったと思うんだよね。ここ左、カフェも地元の、うちの親戚の若い子が教えてくれたところで、一回行ってみてよかったなと思ったんでまた行ってるんですけど、横にねサッカーフットサル場みたいなのがあるのかな。まだサッカーはできないのかな、まだ。こんな感じでね、全くね何もないというかね、これが本来のタイなのかなっていう感じですね。バンコクはあれも特殊ですからね。みんなね、タイをね、バンコク、バンコクをですね、タイだと思っちゃいけないですよ、あれ。あれはもう本当大都市で、まれ。あの狭い中に全てが入ってるっていうのは、全くなかなかないですからね、世界的に見て。どこだったっけな、あそこだったっけな、そう、多分ここだったと思うな。そう、ここ左曲がったところ、ここです。ここ左曲がったところで、いつもここに止めちゃってるんですね。止めさせてもらって、でカフェは、この道路の向かい側のここになります。では行ってみたいと思います。
本当朝から暑いな今日。もう6月なんだけどな。毎朝ねこんな感じで来てます。ここにはあれ、ね、大きな鯉がやっていて、あ今日こっちにいるわ、錦鯉。で、まあ、外はねこんな感じになってるのかな。ね、裏庭みたいなところがあるんです、まあ、ちょっと僕はいつも中でいるんですが、アメリカのロンカチャイカシシバーと40バーツですね。シーズはいがあのねアメリカのあったかいのを頼んだんですが40バーツです。雰囲気こんな感じになってます。こここんな雰囲気です。ではですねコーヒーが来るのを楽しみたいと思います。コーヒーを作ってる音がまたいいですね。あれねこのね、カフェができてまだ2年かな、2018年かって書いてありますね。みたいな感じでさっぱりしたあれです。で、まあ、こっちアメリカーノなんですけれど毎日飲んでます。ここでこれでね40バーツ130円ぐらいかな、多分ねスタバのね3分の1ぐらいの値段だと思います、まあ、スタバもうちょっと量多いですけど、まあ半分ぐらいの値段かな。ではいただいてみたいと思います。ではまずこちらのコーヒーですね、いただきます。美味しいですね。こちらお茶なんだ、なんでコーヒーにこのお茶がついてくるのかってちょっとわかんない、ちゃんと聞いてみようかな。でまあ、バンコクとかだと6時半から開くところは結構多いんですけど、まあ門会は8時ぐらいですかね、8時ぐらいから開くカフェが結構多いと思います。先ほどですね、庭があるっていう話をしたんですがちょっとだけね行ってみたいと思います。ここトイレになってまして、それを過ぎるとですね、まあ、こんな感じに中庭になってます、うん、こんな感じで、まあ、ここではこうやって食べれるようになって、で、まあ、こんな感じですね、まあ、そんな広いスペースではないんですが、こんな感じになってます。オーナーさんが掃除してます。本当なんかゆっくりとした感じで、人もみんな穏やかな人が多いですね。まあちょっと暑いんで中にいる人がほとんどだと思うんですが、まあこういう感じで朝の時間とかまだ暑くない時はこういうとこでいいかもしれないですね。では中に戻りたいと思います。なんかこういうなんかちょっとした飾りとかすごいいいですよね。なんかねあれがすげえ美味しかった。タ
イってこういうカフェすごいいっぱいあるんですけど、まあ、ああいうライトとかすごいいいんですよね。明るすぎないライトというか、まあ今日はですね、タイの、カフェ、まあ、ノンカイの街のカフェを、ご紹介したんですが、これからもですね、まあ、ちょこちょこと、いろんな皆さん旅行することも、あると思います。こういう時にはこんなとこあったなっていう情報をですね、差し上げられればと思いますので、またぜひご覧ください。ではですね、良い一日をお過ごしください。